はい、タイヤバームクーヘンです。例えばですね、旧マイカルの今ですね、サイマサティ今度ですね新しく変わるみたいですけども、ちょっと今皆さんにですねお見せしたいと思います。4スタイルこれですね、4スタイル武蔵狭山新築工事でございますね。イオンリテール株式会社が手掛けております。イオンリテール井出武美ですね。一軒っていう建設会社がですね受け持ってるみたいですけども、これは旧マイカルのですね、こちら狭山サティがあったところにですね、武蔵狭山店、それで、またイオンスタイルに変わるんですね。今着々と工事が進行されておりますね。こんな感じでイオンスタイル工事中ですね。旧マイカルがあったところですね。旧マイカルがあったところに今現在は、イオンスタイル武蔵狭山店が新しいですね、建物を着々と進行中ですね。進行中でございます。これ水神社ですね。これ水神社、この水神社はですねずっと昔からありますからね。ちょっと行きますか、せっかくですからね。この水神社はですね、ずっとあるんですよ、これ。では、失礼します。水神社越しのイオンスタイルですね。これ昔からありましたからね、これ水神社はですね。イオン。ちょっとこれ、行きますよ。ずっとありましたからね。今これ暑くて大変でしょうね、工事。私歩いてるだけでももうかなりもう汗だくですけども、普段の工事 されてるんですもんね。すごいですよ。もう本当はこれ広大なイオンの土地だったんですけどね、あの前からですね、前からの土地だったのがイオンに変わってますからね。乗車必須の断りを表すですね、イオン商社の鐘の声。諸行無常品であり、サラ少女の花の色、両者必須のこだわりを出す、おごれるものは一つだけあるよ、たけきものついばは滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。もう着々とですねオープンに近づいてきますね。着々とオープンに向けて近づいてきてますね。これ高台ですからね。こんな感じでございますね。
ちょっとこれ渡ります。ちょっとあっちいな、今日西日が今ねこんな感じですね。いきますよ、こんな感じで行きまして、こんな感じですね、行きましょう。あー、こんな感じでかい建物ですね。あ、あ、ここの紅茶、はい、じゃあ、おわちょ、地上3階建てぐらいですかね、ちょっとはっきり分かんないですけども、こんな感じですね。はい、ではですね、4スタイル、武蔵狭山店オープン予定ですね。